はい、皆さんチュースってなわけでね、皆さんサムネ見てみて、あれじゃビャッチャッパラピリピラ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 はい、メタルチップをとりあえず埋め込みました。そしてシールも青くしてみました。はい、なのでね、結構改造ですね。あと、なんだこちらもね、青く塗装したということで、もう最重量ベイと言っても過言ではないというね、この形で、まあ早速ね、僕がいつも使っている改造の、まあこちらドレインファブニルポリッシュオービット、こちらと戦わせていきたいと思います。まあね、うん、まあ、うん、オービットなので先にこちら打ちます。いきます。3、2、1、ゴッシュ。いいね、触れてから加速するのいいね。で、いきなりそのうちヒュンってヒュンって収まるから、ほら重さでは負けていない。はい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 、オービット相手にひるまない。いいよいいよ、もう重さで勝ってるもんね、どう見ても。はい、まずはスピンフィニッシュ。オービット相手になんとこの軸先でスピンフィニッシュを取るということね。素晴らしい、もう重さ勝ちって感じだね。で、まあとりあえず3ポイントマッチでやってみようか。3、2、1、ゴー。はい、もう重さでもう勝ってるもん。お、加速。このドライバー俺意外と好きかもしれない。ほいほいほい、おーおー、ほらもう重さで勝ってんだよ、投げ飛ばしてるもん。もうメタルチップで変えるだけでもこの強さの違い、素晴らしいね。だってポリッシュオービットなんてみんな知ってる強さだと思うんだけど、それすら上回るこの強さね、素晴らしい。今のところ2点、2対0。いきます。3、2、1、ゴーシュ。もう真ん中から浮かねえ。おおお、今のよかった。おお、いいね。ほい、おお、どうなる。でも俺の改造もね、やたら強いので勝ってほしいっていう気はあるんですけれども、メタルチップが強い。お、この斜めは俺の改造が勝てるんじゃないかですよね。ですよ。それほどもうこいつ強い。もう今やって3戦3勝なんだけどね。だよね、うん、3戦やって3勝だよね。そうだよ。もう、お、落とした。激強、激強ですね、本当に。じゃあちょっとバルキリーと戦わせてみましょうか。ちなみにカスタマイズはこんな感じ。やっていきましょう。やってみ、普通に、まあ、あ、ちょっと斜めにしてシュートね。はいはい、ラッシュシュートでよろしくお願いします。3、2、1、ゴーシュ。超斜めじゃなかった今。いやでもいい、でもいい、でもいい。はい、耐える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 、ハンタードライバーのラッシュシュートにも耐える。地味、うんうん、そろそろ死ね。はい、ゴッドバルキリーも撃沈。まあもう一回やってみようか、あとで。はい、もうこのメタルチップがやばい。あとこの改造もなかなかすごい。3、2、1、ゴーッ。おお、おい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 、いいアタックはかけてると思うんだよ。おおおお、もうドライバーがドライガーのやつと同じなので、まあたまに加速するし、打ち方によっては安定するし、シュシュシュ。俺この頃ろれつが回らない。 OK、 耐えて耐えてノーロック、素晴らしい。で、なんか他にも出してみて。これいいよ、おいで。うん、じゃあ行く。おいで、うん。でもそいつにやっぱり俺ポルシーじゃないとダメだ。行くぜ。3、2、1、ゴーシュ。おーい、瞬殺。今のやばかったね、うん、もう完全に重さで押し出したよね。間違いない、やば、珍しいね、うん、久々に見て。どれにしようかな。デスサイザー、キラーデスサイザー。どこにいたっけ、これか、これだ、こいつだ。いたいた、かかってこい。瞬殺な気がする。ん、いくよ、うん、3、2、あ、起きた。もう、全く、全くポロリって、もうサービス精神豊富だな。
斜めだっけ。いや、ちょい斜め。ちょい斜め。うん。3、2、1、ゴー。お、うまい。うまい、そのラッシュシュート。いいよ、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 いいよ。おお。ビクともしない。うん、本当に。はい、はい、はい、はい。お、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 頑張ってる、頑張ってる、頑張ってるけどー。うちのドレインファブルには勝てない気がする。ワンロック。もう一度やってみよう。はい。でも今のすごくうまかったよ。大人もびっくり、子供もびっくり、みんなびっくり。いくぜ。3、2、1、ゴー。え、どうしたの今。わかんない、なんかスケートで離れて。おーい、強すぎじゃない。うん、よいしょ。あ、外れてはいなかった。ほか、こっち回して。回してください。対するは、ストーセブー。これは、どっち？え？左？左。このままだね。そう。はい。で、普通に打てばいい？そう。いきます。はい、3、2、1、ゴー。スタースティーブーお前強すぎなんだよ。ガチなランチャーでいいやろ。うん、俺のメインランチャー。もうあ、またん、私メカサッサーの場所です。サッサー、あの、あのなんだよ。いくよ。3、2、1、ゴーシュ。おー、耐えるね。いけ、スターセイバー。やっぱ無理か。やっぱお前でも無理か。さっきお前頑張ったじゃん。一撃で倒した。あ、あ、うわ、うわ、あ、あ、あ、お、おった。逆に吸ってない回転力。うん、ワンモータイム。はい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 。外れてるの？僕外れてない。うん、こっち外れてた。でもね、絶対間違えて、絶対間違えて。こっちは。もう待って、3、2、1、ゴーシュ。おー、いいアタックかけたよ。おい、頑張ってることない？うん、頑張ってる。スターセーバーやべえ。どっちの動画だよ。それね。うわーい。これどうしよう、ポリシーにした方がいいのかな。でも色合いすごくかっこよくない？うん、なんなら下も青にしろって話だよね。なんで？はい、まあいいでしょう。え、このくらいでいいでしょう。まあいいでしょう。まあ普通のドラインファブニルより強いねということはもう何こいつで検証済みなので、分かったらね、皆様もまあ多分真似できないと思うけど、すごいしんどい、絶対真似しようとした。うん、すごくしんどいね。まあそんなこんなで、メタルチップを見込んでみたドラインファブニルがとりあえず最強すぎたということで、皆さんもねよかったらお父さんに頼んでみてはいかがでしょうか。頑張ってくれると思うよ。ただめんどくさがりなお父さんなんてぶち切れると思うんで。うん、あのみんなあの頑張ってみてね。はい、それでは次回もお楽しみにしていてください。以上。